それでは第19回、武蔵野ステークス。こちらの方の予想を始めたいと思います。えー、まあ、過去、傾向を見ていくと、まあ、ここ3年は一番人気が連帯してますね。2勝と2着1回と。まあ、非常に優秀だというところあるんですけれども、まあ、紐の方はちょいちょい荒れるというところもあるので、まあまあ、そんなに硬い決着にはならないのかなというふうに思います。 えまあ他にはガリータイムが早い方がいいというのはまあ東京だと 1600m は差しが非常にいいのでまあそういったところになりますねまあもちろん先攻勢も馬券には多く絡みますのでえまあ極端に前に行くとか後ろに行くとかまあそういったタイプはちょっと注意したいかなというところになります他には枠で言えば2枠から4枠が好成績を収めてますのでそこら辺に入ったのは えー、穴を開ける確率が高いんじゃないかなというところで注意したいところになりますね、まあ。あと決闘的にはミスプロ系がよく走っていて、えー、まあ、基本的にはやはりダート色が強い馬がよく走ってる印象なので、えー、まあ、サンデー系とか、まあ、そういうところよりは、うん、ダート色が強い、えー、アメリカンなットを選んでいけばいいのかなというところで、えー、選んでいきたいなというところですね。 まあ本命の方は5番の京和ダフィーですね。えー、ダート 1600m という距離自体は初めて走るのであまりよくはないんですけれども、まあ、基本的には東京ダート 1600m はリピーターが色が強いかなと思うので、まあ、そこで発光実績がある方がまあ狙いやすいところにはなるんですけれども金、まあ、走の上がりもまあまあ まあ前走は、えー、そうでもないんですけど2走前は一番早く、えー、3走前は2番目に早かったというところもあるので、えー、いいかなというところですねあとまあ上がり1な距離が 1400m で走ってる実績の中でなので 1600m になればまた、えー、変わってくるんじゃないかなとは思うんですね他には母父ブライアンズタイムというところがあるので父もキングカメハメハですので 距離延長の方は特に問題ないというところで、えー、上がりタイムの方もですね、1400で出してたタイムが今度そのまま1600に持ち越せるんじゃないのかなというあたりで、えー、まあスタミナの方も上がりタイムの方も、えー、優秀だろうというところで、今日はダッフィーの方を本命にしたいと思います。えー、まあ太鼓の方はですね、うん、まあまあまあ 悩むとこですけれども、4番のレッドアルビスですね、うん。この馬にしようかなと思います。結構、武蔵野ステークス自体が前走で、まあ重症とかになるんですけども、負けていて、えー、まあ本番で巻き返すようなパターンが多いので、まあ、新潟でレパードステークスですね。こちらの方でこけたというところはあるんですけれども、ユニコーンステークスで勝ったように、また、 同条件に戻ってきて力発揮できるんじゃないのかなというふうに見てますなんでまあ前走はそんなに気にせずに、えー、また気楽にいければこの馬も結果出せるだろうというふうに思います、うん、まあ他にもいろいろ目移りするところはあるんですけれどもこのレース自体が馬券に絡むのは基本的には三歳から六歳までというところでまあ孤号がたくさん出て七歳勢とか多いんですけれども あんまり年寄りは狙わずに、まあ若めの方を狙っていきたいかなというあたりで、えー、次は1番のエアーハリファ、こちらの方にしたいと思います。まあアメリカン決闘で前走東京1600メーターも解消してるよというあたりでですね、えー、今回のレースの方も引き続き構想をするんじゃないかなというところで抑えていきたい一頭になります。まあ、他には 11番のワイルバッハですね。えー、まあこの馬も前走の東京コース、エルコンドルパサアースエックス。まあこちらの方で勝ちを収めているので、えー、エルコンドルパサメモリアルですね。えー、まあまあ、上がりたいもずっと優秀なの出してますので、えー、このレースでも、まあ見劣りせずに来るんじゃないかなというところで抑えていきたいとですね。 まあ現状では何が一番人気になるかもうん混戦でちょっとわかりづらいところがあるのでまあ今年に限ってはそんなに一番人気にこだわらずに、うん、狙っていけばいいかなというふうに思いますまあ大体一番人気で勝つタイプはずっと5回ぐらいはまあ連帯して連続で連帯してるとかそういったところがあったりしますのでまあ そうですね。まあ、今回では、ギョアダフィーなんかがそういうタイプかなと思いますので、そういうとこを本命にして狙っていけば、えー、勝てやすいレースになるんじゃないかなというふうに思います。そのは以上になります。ご視聴ありがとうございました。